京成バス新奈良市の高速営業所は、千葉県奈良市の市、赤根浜にある京成バスの営業所。1980年12月に、京成電鉄自動車本部観光バス、東京営業所と観光バス市川営業所を合併、統合して設立され、その後は貸切センターを経て、船橋高速貸切センターを名乗ったが、2012年12月に、船橋市宮本から、 奈良市の市、赤根浜の旧、船橋営業所赤根浜車庫の跡地に移転して、現名称となった。高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス、貸切バス、特定バスを運行する。営業所記号は H。かつては高速車は H、貸切特定車は7を用いていたが、H に統一された。空港リムジンバス羽田空港発着路線成田。 空港発着路線 TDR、タマプラーザ線専用車マイタウン、ダイレクトバス、秋葉原駅に向かうマイタウン、ダイレクトバス夜行専用車、K、スターライナーファンタジア、名古屋号 E キャットを発車する臨時幕張メッセ駅、H641 号車幕張メッセで開催される、イベントの規模や内容に応じて運行される臨時バス。横浜ィケアターミナル線、東京線、 新宿線、渋谷線の4線が運行されている。横浜シティエアターミナル。2019年10月現在、新宿線は千葉中央バスと京王バス東が担当し、京成バスの担当便は存在しない。横浜シティエアターミナル線 E キャット初の便は、新奈良市の高速営業所と京浜急行バス、新小安営業所のみの運行だが、 幕張メッセ中央発の便は他の営業所に所属する高速バス用車両も運行に当たり、過去には江戸川営業所の貸切車が応援につくこともあった。EE キャット発便は乗車時の現金の取り扱いができず、事前にチケットの購入が必要となる。また、Suica や PASMO などの IC カードは使用できない。東京線、秋葉原線通常は東京駅止まりであるが、 秋葉原駅まで延長運行される時などの際に新奈良市の高速、営業所の車両が充当される。渋谷線京成担当便は京成バスと京成トランジットバスが日替わりで担当するほか、東急京王担当便は東急トランセと京王バス東の日替わり運行となる。貸切特定バスは以前は船橋高速貸切センターにて運行されていたが、 2005年11月に、京成バスシステムが設立され、京成バスが運行していた千葉県内の貸し切り、特定バスの大部分は、京成バスシステムに移管された。東営業所が担当する特定バスは、以下の通り、ララポートシャトルバスの、ハイブリッドバスイオンフードサプライ企業、送迎バスイオンスタイル、ケミガ浜送迎バス、4高速バスを、免許運輸省 TDL 大阪間など、 交通新聞 P1 夜行高速バス大阪神戸線の共同運行会社変更について一部路線の運行会社変更について阪急バス2015年4月6日閲覧京成高速バス運行情報京成バス2020年4月14日閲覧ありがとうございます